い、皆さん毎度毎度。はい、こっからちょっと2倍速ね。はい、横長さ切っていくけどね。マッシュボブ系のショートなのかね。マッシュボブ系レイヤーのショートなのか、ショートボブ系のレイヤーのショートなのかね。まあ、全体に長さが同じショートレイヤー系の、まあ、ショートカットなのかね。で、今回はショートボブ系のショートカットなので、あと、横をお耳にかけるっつってたからね。まあ、前下がりで切ってね。あとは、まあ、顔色見ながら切っていくと。耳にかける方はね、耳の後ろがよくうるさくなる、重くなる、あと分厚いとかけにくいとかね、まあ顔色伺いながらね。で、結構自分の切り方はね、セニング後半多用するんでね。でもセニングさ、入れない人だって毛先チョップカットさ、目いっぱい入れてない？毛先目いっぱいチョップカット入れたり、毛先すいたりするとさ、まあどんな好き方でもいいよ、エフェクトでも、フィラージュでも。やっぱりイメージラインが短くなるよね、すいた分、2センチぐらい。2センチぐらい長いかなと思っても、すいたりね、しちゃうと、まあ2センチぐらい短く感じるよね。ただちょっとね、この人、毎日ずーっとね、365日、何年かも縛り続けてきた人だから、襟足がなんか変な癖なんだよね。これヘアカラー後のシャンプーした後のカットだけどね。ちょっとね、襟足を短くくるとね、なんかダックテールみたいに外跳ねになりそうでね、ショートでもね。あの縛り癖の跡がついてるみたいに、それがちょっと怖くてね、切り進めなかったんだよね。まあもちろんそんなものはね、アイロンかけてごまかしてばどうにでもなるんだけど、まあ一般の方がね、あ、家でそこまでアイロンかけるかったらかけないからね。まあここはちょっと前髪か、もう前髪ね、やっぱり薄くなるんでね、みんなね、全部前髪にしちゃってね、下ろせるもので髪の毛みんな下ろしちゃってね、前にね。それでもやっぱり前髪って薄くなっちゃうんでね、左右に流れちゃってね。ロングの時もね、もう前髪増やしてくれ、増やしてくれって言うんでね、一生懸命増やしたけどね、キリがあるんでね。で、今回ショートだからね、もう全部前髪、全部前髪にしてやった。だけど、やっぱりダメだね。はい、コメント返しね。MF 先生ね、男性パーマのお客様ね、かっこいいですね。若いんで、まだ成人式前かな、今年成人式かな、ちょっとわかんない。高校生とか中学生ぐらいからずっとね、うち来てんだよね、お兄さんね。で、もうどんどん育ってってね、もう今社会人になったみたいだね。とりあえず専門行ったのか行かないのか詳しくは聞かなかったけどね。まあ有効パーマかけるのね、いや悩むんで本当にね。普通に平巻きするとさ、ゆるくかけてもなんかおばあさん臭いんだよね。で、ゆるくかけるとボリュームが出ないんだよね、トップにね。で、太めで強い薬っつってもね、やっぱり太めでね、いくら強くかけても結構取れちゃうんだよね、パーマね。で、かかった気がしないっていうので、細めで巻くと、本当にくるんくるん、おばちゃんパーマ？くせっけっぽくなってね。くせっけの人ってくせっけ嫌うでしょ。で、くせっけっぽくなるとまたこれ変だしね。美容師さんも聞いてっからね、12ミリで巻いたっておばちゃんパーマ。14ミリで巻けば、スパイラルで巻けば、毛先逃がしてね、いいかもしんないけど、そんならすぐ取れちゃう。はい、動画の方はね、タオル引っ張がしてね、長さチェックね。ちょっとね、襟足がね、ピタッといかないタイプ。浮く、ちょっと浮くんだよね、これ。あー、縛り癖なのか本人の癖なのかね、ちょっと想像つかないけど、シャンプーした後でずっと縛ってたらわかんねえな。次回来るときどうなってっかね。まあ次回来たとき様子見てまた適切に処置と。まああの子のパーマね、よく見ると意外と汚いね。改めて見るとサイドのあたりがね。まあでも切るからね。でもヘアカタログよりはちょっと強めにかけるのがコツかなと思うんだけど、皆さんはどう思うかね、美容師の皆さんはね。やっぱヘアカタログ取りかけると大体かけ直しくるね。はい、妙齢のお姉様ね、今頃ヘアカタログ見て何やったんだかな、ちょっと記憶ねえな。あ、襟足の長さかな。あ、でもちょっと注意なんだよな、この襟足ね。まあでもね、ちょっと注意だなとか分かんないなと思ったらね、そこはね、一番最後にするといいよね。他の作業をやってね、あんまり襟足が変変っつってね、襟足ばっかり追っかけてると本当に切りすぎたりなんかおかしくしちゃったりするからね。まあとりあえず分厚いから空いてんのか、長さ切る前に空いた方がいいよね、もちろんね。あとほら、襟足がどうしてもここで分かんないとなったら、ほら前髪決めたりね、耳にかけた感じ、耳の後ろあたりが重くなるじゃない、あそこ空いたりね。で、まあ他を仕上げしながらね、まあ最後に持っていくと襟足を。はい、お疲れ様でした。
味入れて。お弁当忘れたんだから。うっす。うまっ。うまい。おいしい。久しぶりの。久しぶりのご飯。